そして注目の15歳高木美帆が明日の初レース女子 1000m に向け公式練習を行った。その高木の持ち味はコーナリング。あの女子選手の中で日本人の中ではやはり間違いなく一番上手いですね。一番。そして高木選手の家族が今日バンクーバーに到着した。オリンピックにやっぱ桃野が住んでるとちょっと思うけど、美帆ちゃんの性格考えるとどうですか？どうなんでしょう、食われるかもしれないし、食っちゃうかもしれないし、分かんないですね。結構、まあ、ワクワクじゃないですけど、そんな感じでいい感じに気持ち高ぶってきてるかなっていう。